观众朋友，大家好，分享收看客家新闻超知。工作室，俺们全球范围长途已经归难熊熊的哟。还有一年二季度从头版案内，版权是台湾中的东西来落实，俺们还有案内一条看下。台湾对1960年推100%的粮食刺激，公道金存到32%的。昨天36年前，农村单位录音与大家都是一后翻，啥希望无嘛坚固哦。俺们附近的国家日本同南韩，伊们的粮食刺激率41%、44%，相比俺们高一些的，也全用过豆金而来提升。大家如面临粮食危机的时节，伊们的做法同俺们有奈豆穷用同无穷用的味素，又有奈豆吃得俺们好些边呢。客家新闻超知也上礼拜推出农民的专辑，俺们想要了解农民同消费者对粮食有用的个想法，甚至构想，有用的提起个能力作为多个方面内，对生产、消费还有意识也上方面来改变起个同其他人的想法，也是俺们路线来讲生产。日本提1990到2011也20年时间，伊们的农民人口数比482万的人降到261万的人，消费港的面积呢已经对为一个21万公顷增加到为40万公顷呢。如果看来看，也一行言论，日本政府用呢用发展规定还有奖励措施来想办法维持农田农用。2008年年初，日本爆发中国经济脱水饺事件，造成2003年社会重托，全日本对经济食的东西安全吓到的是，去年又迎接全球的燃油气价，粮食的价格也停了近期。这两台事件也是知道日本的民众开始面粮食可能有危机。ちょうど2008年だったんですね。でそれが穀物の価格がすごく高騰した時で、なんて言うんでしょう、私はパンとかケーキとかすごく好きだったので、そういうものが高くなるっていうのはなんでなんだろう。照亮前空救援日本政府的文件调查，日本有将区救伤的民众对大量移食进口的粮食吃到挡不安，虽然日本含有461万公顷的田球继续耕种，不过当年还是有大量进口500万吨的小麦以及500万吨的保守压掉，故说日本的粮食刺激率占39%。因为按照日本政府也正式计划，爱在2020年投粮食刺激率想办法提升到50%。今39%という非常に低い、先進国の中でも最低水準なんですけども、低い水準を 50% まで持っていこうということで、国民一人一人が意識をした中での国民運動ということで、このフードアクション日本というのが立ち上がりました。要提升粮食刺激率，主要有人耕种。不过，自1990年到2011年，日本农民从482万慢慢放减少到261万，消费港的田球面积也从21万公顷增加到渐渐的40万公顷。そのギャップはですね、農業生産を担う人たちが足りないということがあると思います。国土工业化，大量的上蕉后生的劳动力。都市压力一般依到田桥轻轻的消失，像是中医道间的神奈川业前夜市，一下一变作买奈多的六万的都市。秦野市農協になって来年で50年になるんです。で当初はですね、今質問のように話のように農家が主体で、この辺も一体畑だったんです。まあそんな中でですね、時代の流れで都市化が進みました。でまあ住宅が非常に増えたと。まあ逆に言うと農地が故说日本政府一啲1991年颁布的生产肉体法，将是要求都市村乡的农家添出一些过后30年的农田，希望继续耕种，希望种植唔咩农业用，再打当过嘅衰减，确定过后一无下下全齐改变。故说前廿十系喺咗啲维持部分嘅田桥农田农用。残ってる部分はやっぱり調整区域って、まあ、要するに農地として残すエリアが多いんで、まあ、簡単にはなくならないと思います。多少の、ね、変化はあることも基本的には残ると思っています。ミルクリ農民做的技術是否為抗体小麦流行用途的米的種的面積，日本政府也提出的農夫撇掃的補充制度，將低的動勤度10%從功夫時代到一下做農長圈400年的七漲加速，中的2.1公顷的新用途的米，老2.5公顷一般式的米，
当年除了做了得到35,200元的固定补贴以外，希望今年生产的成本比卖家市行较高，还做了得到产业的补贴。主食用のお米を作った時の利益と米粉用のお米を作った時の利益が同じになるように、その差額を支援してくる。日本もですね、これだけ財政的な厳しさがある中でね、この先これがじゃ中長期的にあれ続けられるのかというと僕は非常に難しい点があると思うんですね。元気いいぞ。気合いが入る元気だ。这些补贴本农民以为基本的事业。希望是在无办法继续耕种下业。天桥主演法一季天做的要地方政府农会也在民间团体托农家无耕种的天桥准备加班其他人耕种，将爱冻结等填湿一个 VD 省立学大概500平的天桥本旦建议房地的升业千年前要意识着加速撇下来去做菜业。最初我紹介した EM 久保平という組織があって、それはもう EM 菌を使ってできるだけ体にいいもの、そういうものを作りたいねと、農薬とか化学肥料はやめて自然なものを元気なものを作りたいというグループができて、その下に、ここでいう第二農園なんですけどね、農家の人が土地をタダで使っていいですよと。農協なり市の農業委員会なりがですね、土地をですね、作りきれないっていう土地を農協なりに借りて斡旋して、その人たちに耕作していただくと、それが荒廃地対策にもなるし新規収納を後押しする手立てにもなっているのかなというふうに思います。就日本政府的計画、透過現地的獎勵復耕政策、希望到2020年至少做到維持全日本461万公頃的田橋繼續耕種，同时托天桥的利用率从2008年的92%提升到100%。